皆さんこんにちは皆さんは本来の目的とは違うことに夢中になってしまったことはありませんか私はあります例えばスシローに行った時はあの温かくておいしい緑茶をつい飲みすぎてメインのお寿司をあまり食べられなくなってしまいますそこで今回紹介する Mr.Children のおすすめ曲はカップリング曲です スシローで例えるとシングル曲はメインのお寿司カップリング曲はあまり注目を浴びない緑茶ですでもミスチルはこの緑茶もメインと同じくらい美味しいのですつまり何が言いたいのかというとカップリング曲にも隠れた名作がたくさんありますそこでこ今日はその中から2曲紹介したいと思います一つ目の曲は 365日という曲です。この曲はミスチルの公式 YouTube チャンネルの中では1位の花火に次ぐ再生数のある曲です。こんなに有名だからもちろん私はシングル曲だと思っていました。でもなんとアルバムにしか収録されていないのです。ここで私が個人的に好きな365日の歌詞を紹介します。砂漠の街に住んでいても 君がそこに一切すればきっと渇きなど忘れて暮らせる実際に言葉にするとキザなセリフですがメロディーとともに桜井さんが歌えばとても素敵な歌詞だと思いました二つ目の曲は Heavenly Kiss という曲ですこの曲は2001年発売のシングル「口笛」に収録されています 歌詞は倦怠期の夫婦のすれ違いを描いていると思います。私はもちろん結婚生活を経験したことはないのですが、この曲を聴くと歌詞の中の男女をイメージできるくらいうまく表現されています。特に一番のサビの出会いの日のような優しさ、無邪気さ、素直さが恨めしい。 この歌詞の最後の恨めしいという表現がすごいしっくりきます。昔の楽しかったひとときをまた過ごしたいと思っている男性が頭に浮かびます。でもラスサビでは出会いの日の二人以上に強い思いがきらめきがこの一瞬で蘇る。とヘブリーキスによって倦怠期を乗り越えた 二人のハッピーエンドを描いているのがまた面白いですよね。そして2番の出だしの歌詞も私は好きです。例えるなら何だろう。信号機ならどうだろう。俺だって今何色なんだろう。ブルーレットイエロー。これは聞いていてとても気持ちがいいです。二人の危うい関係を信号機で例えるとともに最後で韻を踏んでいるのは さすがに感動しました韻を踏んでいるところは他にもありますラッサビの流すギズ優しすぎぬキスここでもただ韻を踏んでいるだけではなく自然と意味が伝わるのが天才だと思います今回は2曲だけですがミスチルはまだまだ隠れて名作がたくさんあるので次回も楽しく語っていきます この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。